予報センターから熱帯低気圧に関する最新の情報をお伝えします。気象衛星を見ますと、フィリピンの東の海上で渦を巻いている雲の塊が明瞭に現れています。ここ24時間でこの雲の円形の形だいぶ整ってきました。まだ中心付近はあまりまとまっていないんですけれども、今後24時間以内にこの雲の塊、熱帯低気圧が台風20号へと変わる予想となっています。今後の進路の予想ですけれども、台風は24日本日15時現在はフィリピンの東の海上にあって、中心気圧1006ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートルとなっておりますが、今後24時間で海水温の高い領域で急速に発達していく予想です。25日明日の午後3時には台風のレベルへと到達、中心気圧998ヘクトパスカル最大風速20メートルに達する予想となっています。でさらに台風はその後も北上を続けます。26日15時には強い勢力へとさらに変わり、27日から28日にかけて非常に強い勢力まで発達しながら小笠原諸島近海へと29日金曜日にかけて進んでいく見通しとなっています。現在はまだ熱帯低気圧ですが、今後24時間以内に台風へと変わり20号となる可能性が高くなっています。引き続き最新の情報にお気をつけください。